はい、映ってる、はい、ちょっと今日はあのコアルベースのお客さんの車で八割が。お客さんの車はそんなネタにしていいんですか。使ってくださいっておっしゃってもうありがたいことです本当に。でこのあの八割ブーストアップされてると。そう。後付けのインタークーラーとかで多分燃焼もどっかの中古車なんでどこまでやったのか分からない。分かんないけど一応ブーストアップ仕様の八割ディーゼルなんでちょっと試しに。はい、乗らせていただけるということですので今後の参考にね。で、戻ってきたら戻ってきたら、俺ブーストアップするわってなってるパターンでしょ、これ多分ということで、ちょっと行ってみましょう。行きました。あ、もうちょっと乗っただけで速いのが分かるあ、しまった、コンビニ行きました。吸ってる音しするね。エアクリの音しますね。エアクリの音しますね。早い、絶対早い。てか、ディーゼルなのに全然違うな。なんか僕の乗ってるのと全然感じが違う。これは後期だからエンジン違いますもんね。エンジンが違いますね。同じディーゼルでも。そういうことね。はいはいはい。その辺でなんかパワーとかなんかその辺がちょっと変わってるとかっていう話を、聞いてますよね。いやなんか。エンジンの質感は高いような気が。もっとゴロゴロして振動も結構すごいんで。どうマニュアルとオートマでっていうのもある、うん、なんかもう乗り心地とかからして全然違う。これなんかあのデバイスなんとかっていうサスが入ってるんですよ。これあ乗り心地がいいサスが入ってる。なんかでもスーパースポーツ用のサスだって言ってましたよ。へ え, ー、えなんか全然車としての安定感が全然違う。足回りがいいってことか。これやっぱオーナーさんに似るんじゃないですか。あ、そうですね。やっぱ僕がオーナーってことが一番良くない点かもしれないですけど。どうハンドルとかさっき違うって言うとったけど、握り心地やっぱり後期の方がいい感じ。後期の方がそうそう、さっき前期と後期でそのエアバッグのありなしがあるってことは知ってたんですけど、ハンドルの太さが違うんですよ。大きさは多分外径は多分一緒だけど太さが違って、これぐらいのがやっぱ握りやすいです。前期中期のやつはちょっと細い、細いんで。多分これ4速オートマで、はい、4速上がってそれからターボがすっげーかかる時があるんですよ。おう、その時がむちゃくちゃ速いですね。ノーマルの足で13万キロ変えてない足なんで、まあもう足準備してあるんですけどまだ交換してないんで、はいはいはい、まあ、それで乗り心地悪いのかな。あれでも 何インチ上げるんですか。2インチとりあえず。あ、バネも変えてる。バネっていうかスペーサーを作ってもらってる。あ、そういうことね。で、なんか小春ちゃんが言うにはその次に車検の時に構造変更ついでにバネ変えればもっと上がるじゃんみたいなことを言ってますな。オートマだからなのか後期だからなのか分かんないけど違う車だな。多分まだ一番速いとこ行ってないです。これドーンとかかるときが来るんで。ももちゃんもブーストアップですね。そういう流れですか、やっぱこれ。あ、大丈夫、僕しますよ。アクチュエーターにホース抜くやつやる。とりあえずでもマフラーとか変えないとね、エアクリマフラー。はい、と今日も。怖い。パワーミター開けたら上がって、あれね、あのね、濡れるとね滑りが悪くなるんですよ。そう、多分あの溝の滑りが悪いんじゃないかな。モーターもちょっと柔らかいでしょあれ、
やられてるでしょ。あと寒くなるとダメですよね。あー、そうですね。いや、このパーミント大丈夫ですよ、これ。もう大丈夫だよ。もしかしたら手であげやとかな。ちょっとじゃあ、加速させてみましょう。いい。早いということなので。馬力上げても燃費変わらないんですよね。あー、らしいですね。で、160馬力だろうが、はいはいはい、300馬力だろうが、うんうん、リッター8らしいんですよ。その、まあ、調整次第ね。はいはいはい、だって結構化けるエンジンだっていう話は。あー、そんなに燃費悪くならず。そうですね、馬力だけ上がるっていう。ね、馬力上がるんだったら最高ですよね。あー、これはブーストアップしたくなるな。でもなんかちょっとマフラーとエアクリーナー変えてちょこっといじるだけで速くはなるっていうんで、いけるのかな。トラックが行ったから行くか。で、オーナーさんはこの車でどんなところに走りに行こうと。はい、とりあえず夏に河原、夏に河原ちょっと行きたいなと。うん、あと山もちょっと行きたいんですよね。あのロックってあれやってないじゃないですか。はいはいはい。ちょっとあのロック系をちょっと見に行こうかなと思ってて、はいはい、でたまたまねそういう話をしてたら、なんか今度あるんですよね、ロックって変なかどっか。ああ、やるんじゃないですか、黒井沢じゃないですか。そうそうそう、そういうのもちょっと一回行って、それからちょっと車をあの触っていこうかな。あ、どういう風にいじるか、 それで決めると、どういう遊びしたいかによって。このまま走る状態の方に行くのか、それともまあそういう足上げてっていうロックの方で行くのかっていうのはちょっと一回見てみてから決めたいなと思って。そうですね。ダートトライアルみたいな。そうですね、ダートも面白そうですからね。この間あのスノートライアルに出たら面白かったですよ。あの乗り上げたやつですね。そうです。あ、でも いつだったかな、近々ダートラの大会、あれ、そう、だからもうあるって言ってまして。あ、そうなんですか。ダートラの大会も いつだったかね、うん、いついつ、小春ちゃんがいついつあるからってこないで言ってたんで、それコンビニに行ってちょっとね、そういう遊びをやりたいなと思ってて。じゃあこれからいろいろ見物して、そうす、チューニングの方向性を決めるということですね。そうですね、うん。到着、到着。いや、ありがとうございました。いいですね。いや、伊沢さんも顔。いやいやいや、僕はもうすぐ擦るんで、後ろぶつけるんでね、無理です。ありがとうございました。